マルコによる福音その時ヨハネはこう述べ伝えた「私よりも優れた方が後から来られる私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない私は水であなたたちに洗礼を授けたがその方は聖霊で洗礼をお授けになる」その頃イエスはガリラ屋のナザレから来てヨルダン川で「 ヨハネからら洗礼を受けられた水の中から上がるとすぐ天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になったすると「あなたは私の愛する子私の心にかなうもの」という声が天から聞こえた今日も一日お疲れ様でしたおやすみなさい。